皆さんこんにちは。いつもティーホイッスル楽しく吹いておりますでしょうか。今日は一つ自己責任系の改造をしてみようかなと思います。それはですね、この皆さんにお配りしているこちらのティーホイッスルなんですけども、まあお値段にしてはやっぱり安いものということで大量生産しているモデルのせいかもしれないんですけど、やはり個体差があったり特定の音程の音が悪かったりします。私の持っているこのティーホイッスルは、レミファのファのシャープの音がちょっとピッチが低いんですね。こんな感じなんですよ。440で合わせてもあの他のレミまではいいんですけど、やっぱこの F シャープの音だけがものすごい低いんです。そこでちょっとどうにかして音程を良くしたいなと思って今回の動画を作りました。音程を下げたい時にはこの穴をテープとかで塞いでピッチを下げることができるんですけども、上げたい時にどうしたらいいのかなと思いました。で、多分勘のいい方だったらご察しいただけるかと思うんですけども、この穴を大きくすれば音程は上がります。ですがこのティーンホイッスルっていう楽器は作りがすごくシンプルな分、一つの穴が与える他の音を出した時の影響も結構大きいです。なので今からファのシャープの音をピッチを上げようと思って、この穴だけちょっと大きくしてみようかなっていう改造をしようと思うんですけども、そこを上げてしまったがために他の音程のバランスが崩れる恐れもあります。そして削ってしまう改造をするので、一度削るともう元に戻せなくなるので、私がちょっと実験台になってみようかなと思います。もしうまくいくぞこの改造はと思って、ちょっと自分もやってみたいと思う人がいたら、責任は取れませんが、もしよかったら試してみてもいいかなと思います。穴を広げるために使うのが、きっと皆さんのお家にもありますでしょう。こういうありますよね、きっと。ない僕は結構こういう工具好きなのでいっぱいあるんですけど、このテーパーリーマーっていう穴をこう広げる工具があるんですけど、それを使います。もうそんなのないからもうこの動画は無理じゃんと思う人もいると思います。僕も最初はこの道具を使う前は、例えばカッターとかでこう刃を当ててこうグリグリやってったらいいんじゃないかなと思ったり、100円ショップとかで売ってる棒ヤスリとかあるじゃないですか。棒ヤスリとかでこう地道に穴を広げていってもいいかなと思ったんですが、まあ僕の家にはなぜかこういうのがあるので、これで行ってみようと思って、これでちょっと穴を広げてみようと思います。どのくらい広げるとどのくらいの音の違いが出るのかがわからないので、ちょっとずつ削って試しながら変化を見ていこうかなと思います。うまくいくといいです。失敗しないように慎重にいきたいと思います。削りすぎちゃってね、常にテープを貼らないといけない状態になるっていうのもかっこ悪いですからね。一応チューナーでちゃんと440のところでまず合わせて、その下げたいピッチだけ微調整していきたいと思います。よし、じゃあちょっとやってみましょう。ファの音を上げたいので、ファの1個下のここの2番目の穴をちょっと広げていってみようかなと思います。どんな風にやるかっていうと、穴を広げていくんですけど、行きましょう。どのくらい削ったら広げたら一回様子見ようかな。多分1ミリ広げると広げすぎな気がするんですよね。ちょっと怖いのでちょっとずつやりますね。そして加工しながらなんですけど、ティーンホイッスルでもやはりいろんな値段のクオリティがあります。必ずしも高いものであれば絶対いい音程とは限らないんですけども、やはり多少はお値段に比例するところもあるかと思います。なのでこうある程度弾けるようになってきて、もうちょっといい音のホイッスルが欲しいなと思ったら、ちょっとステップアップしていいホイッスルを買われるのもいいかもしれません。でもちょっとずつ上がってきますね。やっぱピッチはいい感じですね。こういう改造は元に戻せない改造なので、やってみようかなと思う人は絶対に自己責任で、後で文句とか言わないでくださいね。もうちょっとだいぶ上がってきてます。でも人によっては、こんな改造するんだったらもうちょっと上のグレード買ったらいいんじゃないのっていうね、元も子もないことを言う方もいると思いますが、
まあ、僕はこういう改造とか好きなので全然苦じゃないんですけど、ちょっとこういうのはちょっとっていう人も多いと思うので、そういう人は、音程が気になる人はこういうことしないで上のグレードを買うことをお勧めします。おお、あとちょっと、結構いい感じに上がってますよ。あとで紙ヤスリとか使って綺麗にバリ取りとかしましょう。 OK、 できました。無事にちょっと穴を広げる改造ができました。どのくらい穴が広がったかっていうと、新品の穴の開いてないホイッスルと比べるとこんな感じ。このこっち側の方が穴を開けたところで、右のホイッスルは何も穴を開けてないホイッスルになります。ここの穴のサイズが変わってます。少し穴を広げてピッチを上げて F シャープの音をピッチを上げる改造をしてみました。それでは無事に穴開けの改造が終わったので、ちょっと音程がどのように変わったのかチューナーを見ながらチェックしていきましょう。さっきは F シャープのところですごくピッチが落ちていました。どうでしょう。まあ、ちょっとラの音もピッチを上げる改造をしたいなと思いますが、問題の F シャープのところを見てください。いい感じのピッチを指していると思いませんか。さっきまでこの改造するまでは結構 F シャープの音が低くてですね、例えば教本にも載ってますダニーボーイって曲、最初の出だしの音が F シャープから始まるんですけど、この F シャープの音がすごく低くて、この前のハープ奏者の方と一緒にやったんですけど、なんか出だしの音悪いねってなって、あーでもどうしようもないできないんだよってなって、ちょっと今回のこの改造に踏み切ってみることにしました。はい、という感じで今日は演奏動画ではないんですけども、ちょっとでもこの楽器をいい楽器にしたいなと思って少し音程を改善する動画を作ってみました。何回も言ってますが、こういう改造をされるときは元に戻せなくなる恐れもあります。そして、まあ、自分の大事な楽器を傷つける声でもあるので、自己責任でやってください。あの動画の通りやったら音が出なくなったよとか壊れたって言われても責任は持てませんが、一応こういうことをやることによって音をピッチを上げることができました。一つこういうことをやるとこうなるんだなっていうのを動画として知ってもらえたらなと思います。ではまたちょっと次のいろんな動画を撮っていってまたアップしていこうと思いますので、またぜひ次の動画でお会いしましょう。